不適切な選挙支援要請が指摘されている前田国土交通大臣が先ほど緊急会見を行い、全く思いもよらなかったし、唖然としたと自らの辞任は否定しました。今回の文書については、その内容や送付に私は関与しておりません。私自身、思いもよらないような内容の文書が、思いもよらない形で使用されたことは、極めて遺憾であります。前田国土交通大臣は昨日投開票された岐阜県の下呂市長選挙で候補者の支援依頼の文書を地元の建設業協会に送っていた問題で政務秘書官を解任する方針です。ただ野党側は支援依頼の文書に前田大臣が署名していることなどから公職選挙法違反の疑いがあると強く反発していて、秘書官の解任だけで事態の収束は困難な情勢です。